ただいまです。おかえりなさいませ。おおすごい、星がいっぱい。この配信は2シュートカウントですね。なので2シュートカウントお願いします。で私は電話をきます。すごいメガネが光っている。こんばんはみんなカウントしてくれて、カウントもお願いします。メガネ女子ですね。そうです、メガネ女子。でもただしかしね、ここがゆるいんですよ。これがゆるゆる。これお店に行ったら直してくれるんだよね。これもいつ網に差し込む。2個。してこないかもしれない。お、すごいいい感じ。18分なので、あともうちょっとで解除されます。あと20秒くらい。メガネ2個持ってるよっていうアピール。あと待っちゃい。2個。はい、それでは解除されたので皆さん集めにお願いします。おお、視力はねいい、 0.7 ぐらいだって。こないだメガネ、違う、眼科に行った時に言われた。意外といいかな。どうなんだ。みんな行っちゃった。いってらっしゃい。思ったよりはいいかね。そう思った。もうちょっとあれ 0.2 とかなのかなと思った。そんなことなかった。ご飯食べました。今日は何を食べたでしょう。ハンダと星投げ来たよ。ありがとう。嬉しい。タコもありがとう。運転免許は 0.7 が基準だからセーフ。あ、そうなんだ。へえ。ハンダ完了。ありがとう。ありがとう。あ、両目で 0.7、 片目 0.7 だったよ。じゃあ大丈夫じゃん。余裕だね。と言っても私は免許持ってないので。え、でもね、免許持ったら絶対にね、あれ、間違えて逆走しちゃったりとか、あの駐車する場所をしちゃダメなとこにしちゃったりとかしそうなので、そういうのよくわかんないので、あと普通に事故りそうなので免許はいりません。というか使うとこないかな、免許持っても。車の乗らないね。
乗せてもらう人、乗せてもらえばその一生運転して誰かに乗せてもらえばいいんだけど、かわいい、ありがとう。運転手さんね、いれば、ね、いいですけどね。それか一層、人生逆転で運転手になる。逆に免許、大型免許、大型バイクの免許と大型運転の免許と全部と船の免許。使うとこな。あ、ゆかちゃん、これはゆかちゃんか、ゆかちゃん来てくれました、多分だよね、ありがとう、嬉しい。これはブルーライトカットのメガネで、これは普通のメガネだよ。ゆかちゃん、ありがとう、本当にありがとう。今4位なんだ、ごめんね、もうちょっとまだ3位にあと27万ポイントありますね。みんな応援してくれてんのにごめんね、なかなかいい順位になれないんです、頑張ります。クマ投げた、本当だ、ありがとう、会い直しの方ありがとうございます。だるま、だるまいっぱい来た、ゆかちゃんからハートも来た、だるま女って言ってる。ありがとう。ゆかちゃんはね、だるまと真逆の体型だけど、ね、細い、私はだるまになります、だるま。おぎゆかも4位から逆転したいんで、そうなの、すごいね、さすがゆかちゃん、ゆかちゃんになれるように頑張ろう。頑張ります。何の話してたっけ。忘れちゃった。あ、そうだ、明日もこのタイムテーブル、今日と同じタイムテーブルでいいですかね、これ。7時半から始まって24時のタイム、25分配信を8回の感じでいいですかね。多分固定した方がいいっていう方が多いのでそうなります。いいです、ありがとう。じゃあそうします。ゆかちゃんだるま、ありがとう、ありがとうございます。20分枠あってもいいんじゃない、え、そうかな、15分の枠はないけどね、どうだろう。最終日4位からは強いけど差は縮めときたい、確かにね、差は縮めときたい。あ、でも結構縮まりました、だいぶ、あと10分ちょい、15分ぐらいでどこまで縮められるか、腰投げ頑張ります、ありがとう。あ、コメントにしてた、お、すごいいっぱい、ありがとう。お、くまちゃん
ありがとうございます。カウント完了、ありがとう。2週完了、ありがとう。カウントできた、ありがとう。それで、この配信が終わったら、21時19分に星集めできる時間なので、それまでに、それまでは、そうですね、何もないね。とりあえずは。レインボースターできました。ありがとうございます。レインボースターのやり方を、あれです、メールに書いて送るので、よかったら見てください。かわいい、ありがとう。最終日までわからないよね、本当に。この枠ででも逆転しときたい、私は。なんか総選挙みたいな感じだね。すごい総選挙の時思い出す。なんか速報からの当日の間みたいな感じで。総選挙ね。星投げカウント完了、ありがとうございます。ダブルメガネ2日目だしね。2日目、確かに3日目、明日まで休みの人が多いのか。なので明日まで、明後日からお仕事の方が結構多いと思うので、ねえ、星投げカウント完了、ありがとう。今日は初めて朝から夜までの配信なんですけど、朝は結構起きるのが結構大変だったかも。あと合間合間の時間もう結構眠くなったりとかしたけど、でも大丈夫だった。ちゃんと通知もできたし、メールもくれたし、ちゃんと捨て星のタイミングもね、あ、捨て星じゃなくて、なんだっけ、捨て星じゃなくて星投げって言っちゃったんでね、間違えて、なんか一回だけ間違えて星投げって言っちゃった。それで3回とも捨て星の通知はできたので多分大丈夫だと思う。うん、なんか数字の後に点つけてるいらっしゃると思うんですけど、その数字の点をつけるとコメントにそう数字だけ載っちゃうので、多分もしかしたら点つけない方がいいかも。カウントには多分なってると思うんですけど、普通に点つけるの大変だと思うので、とりあえず数字だけで大丈夫です。うん、ゆかちゃんもありがとう。そうだよね、ありがとう、みんなありがとうって。ヨガちゃん本当ありがとう。木曜日は、木曜日と金曜日は同じタイムスケジュール。木曜日と金曜日って今日何曜日？今日火曜日か。水木金、5月9日までか。とりあえず10日は最終日なので、ちょっと違うスケジュールにしたいと思っています。2週とカウント終わった、ありがとう。うん、あと10分かな。あ、やっぱりあとツイッター連携しない方多いから、忘れなくなくだって。ツイッターと連携して、
そう、せっかくね応援してもらってるのにポイントに入らないのはもったいないのでお願いします。やっぱりね初めてだから分かんないよね。そうだよね、分かんない方は多いかもね。でももしかしたらツイッターマーク出てない人は非公式に、非公開にしてるのかな、非公開にしてる人は多いかもしれないんですけどね。ねえ、みんなツイッター連携してますか？うんうん、あ、ツイートしたらツイッターマークが出るね。なるほどね。あ、オッケーしてますって、ありがとう。うん、非公開でも大丈夫。メガネ2個メガネはね、あのね、配信が終わったらこれをこっちに変えてこっちに戻す、で配信が始まったらこっちにする、だからここに置いといてるだけです。初めてのショールームのイベントだからちょっとね、私もどうやって配信を進めていけばいいのか、2日目になってもまだわからないという、そわそわするね、なんか落ち着いてない感じですね、変な感じ変な人みたいな変な感じ。だけど、まあ、あ、待って、すっごい差が縮まったよ、あと27,000ポイントだって、あと 1,2,3,4,5,8 分で3位に持っていけたら嬉しい。まだ2日目だね、2日目、あと5日、じゃあと5日だ、ありますね。でも逆に言えば2日間はもう終わったということで、まああともうちょっとだけ、まだね逆転できるかもしれないという希望を持ってやっていきたいと思います。こんだけみんながね応援してくれてるしね、頑張っていきます。逆転して引き離さ、そうだね、でもみんな頑張ってるから本当に全員で頑張ろうって感じだね。でもどこにも負けないように頑張ります。次はこの40分から15分だから35分か間が空いてるの、お風呂上がりだ。みんな楽しみ？お風呂上がり。お風呂入ってきます。30分の間。入れるかな？昨日マリナも来てくれたよ。そう、ゆかちゃんも来てくれた。あとね、なんかカニちゃんがね、そうなの、カニちゃんもね、星をね、投げてくれたみたいなんです。だけど、ツイッターと連携してなかったから、そう、でも星投げてくれてたみたいで本当にありがとう、優しい。あとみゆちゃんもね、見るねって言ってくれたし、あとねマッシーもね確か見るねって言ってくれたしね、あと誰だっけな、ちょっとあとでもう一回調べます。すごい、お、え、なん
か可愛いって来てるよ。すごいありがとう、ギフトありがとう、本当にありがとう。これはね、ゆかちゃんのためにも、ゆかちゃんのファンの皆さんも多分協力してくれてるのかな。なので頑張っていきたいと思います。気合を入れてね、より一層。さすがゆかちゃん、ありがとう、嬉しい。2位から4位は接戦だから怖いね。え、そうだね、そうなのかな。1位はひなたんかな、ひなたんかあゆかな、どっちかな。2割もいるよ。え、ありがとう、嬉しい。西綿よ、ありがとう。え、すごい、なんかいっぱい欲しい。あ、え、なに、くまちゃんが来た、10個も、また1個、ありがとう、本当にありがとう。お、多分これであともうちょっとで順位が入れ替わったら3位になれるかな。3位になった？マッシーもね、そう LINE してくれたよ。あ、くまちゃんだ、ありがとう。タコちゃんもハートもありがとう。あ、3位になった？ほんとだー。え、しかもさ、2位までさ、あとさ、もうちょっと、あと、もうちょっとでもないけど、すごいよ。え、すごい、ゆかちゃんはじめ、皆さんのおかげです。嬉しい。さっきまでね、ご飯食べててね、ちょっとね、落ち込んでたんですけど。よかった。やっと楽しくなってきました。おお、すっごい、2位までね、ちょっとね遠いかもだけど、すっごい遠くに背中が見える気がします。なのでちょっとずつね近づいていけたらいいと思うので、すごい、あ、たくさんありがとう。ここで一気に2位までちょっと差を縮めておきたいところではあります。あ、なんかさ、いい調子じゃないですか。すごいいい調子になってきた気がするよ。あと2分か。そうね、とりあえずついていくのが目標かな。2位のところまで、2位3位のところまで、今日中に2位いけるかなぁ。あと2回あるんですけど、そこでなんとかいけたら嬉しそう。いや、嬉しいんだよやったー、嬉しい。素直に顔に出るね。そうだね、そんな、そういうことになります。ごめんなさい。でもさ、ちかなちゃんもすごい頑張ってるよね、みんなね。なのでちょっとね、負けないように頑張ろう。じゃあ目標は今日中にちょっと2位に行きたい気持ちです。そしたら多分明日、また明日からまたいいスタートが切れると、素直にね目標を言っていきたいと思います。そうね、頑張ってない子はいないね。はい、ということで、じゃあまた次は22時15分に会いましょう。ありがとう、本当に。またね。